大学卒業を報告されました。天皇皇后両陛下の長女愛子さまは今日伊勢神宮を参拝するため三重県を訪問されています。雨が降る中伊勢神宮のまずは下宮を訪れ玉串を収め拝礼されました。その後内宮に移ると大勢の一般参拝者が歓迎の声をかけていました。 石段を登って下空と同じように拝礼し、大学卒業を報告されました。愛子さまが伊勢神宮を単独で参拝されるのは初めてです。後位継承順2位の悠仁さまはおととし、単独参拝を済まされていました。愛子さまは明日奈良県を訪れ、神武天皇陵を参拝される予定です。